見て。かわいい。さん、はい、くれまぐです。おはようございます。うらんです。やです。すみです。今日は、皆さん、年末年始、食べました？いや、食べまくりよ。いや、うちら年末がやばいよな。うん。マジで食べまくってて。ストレス、ストレス。食べることがストレス。うん。体も多分やばいですよね。しかも私たち、イベントもね、年明けからすぐありますから。本当に今ちょっと痩せなきゃいけないんじゃないですか。だって食べたいものを本当は食べたいのに比較で食べるから我慢してんのよ、食べたいもの。何食べたいの？何食べたい？本当はあのお米さんとあの明太子とお味噌汁とお魚を朝食に食べたいの。でもそういうハンバーガー企画だったりとかケーキとか駄菓子とかあるじゃん。だからそれを朝に持ってこなきゃないわけじゃん。食べれないのよ、うん、それがネック。ネックネックネック首なんですね、うん、というわけで今回は体をね休めるためにもちょっとヘルシーな食べ物をちょっと考えていこうかなと思って。いやいやいや、休めんだったら何も食べなくていいの。そう、わざわざヘルシーを食べる必要ないから。究極のダイエット飯考えていきたいと思います。いやいやいや、ダイエット飯食べないのが一番の選択。そしたらもう企画何年だよ。じゃあもうこっちそらいっぱい考えてやってんだろ。やだ、だって食べる系ばっかり。ゲーム系もやろ。何ゲーム系？じゃあゲーム系考案お願いして。クイズとか、あとなんかまあ炭酸水早飲みとか、ゲップせずに早口言葉言えるかとか、そういう。はい、というわけで早速作っていきたいと思います。それでいきましょう、せーの、マグネ。それでは早速作っていきたいと思います。私が使うのはオニオンサラダ、タコ、チキン、パスタ。サラダに入ってればゼロカロリーってことでいいでしょう。早速茹でていきたいと思います。うわ、違うとこつけちゃった。これ1分で揚がるらしい。早腕1分。ハーブをデレンちぎりたい。てや、ほい、いらんな。タコ、まな板ない。とうとう、よいしょ。お、いいんじゃない？乗せます。できた！はい、それでは次は私の出番です。私はあるものを温めていきたいと思います。私はちょっと手間がかかるので、第一段階目。これは、なってんのかな？ダイエットって言ったら私はこれだと思うんですよ。イエーイ。もういいよ。一つ目できたので二つ目いきます。スタート。はい、終わりました。冷蔵庫から取り出します。はい、それでは作ってきたので今から食べていきたいと思います。まず私のダイエット飯はスーパーで買った焼き鳥です。うまそう。ダイエット先生、はい、これってダイエット飯にはなりますかね。焼き鳥は、まあ、塩ならまあ OK。 そうだよね。今この量で見るとタレの方が多いです。いただきます。早いな。アウト、アウト。うーん、軟骨ちょうだい。試食会するじゃん。軟骨ちょうだい。まあただ私が食べたかっただけなんですけどね。あー、うーん、うわ、おいしい。ずっと私焼き鳥食べたかったんですよ。この間うちさ、フルーツの時軟骨食えなかったからさ、うん、誰かさんに食われて。誰だろう。うん、これは痩せるわ。カロリーないよこれ。ほぼ骨、ハッシュタグほぼ骨ではない。ほぼ骨。まあでも歯応えあるのは噛めば噛むほどお腹いっぱいになるっていうから、うん、確かにいいと思う。だって鶏肉も多分肉の中で一番噛むじゃん。うんうん。うちら、うわぁ、こんにゃくゼリーです。これは本当に究極ですね。これは本当にダイエットの時、うん、夜ご飯これ一個、うん、えぇ、ー、の時ある。逆に何のために食べるの？
一応なんか食べた方がいいかなこれいろんな味買ってストックしてる、うん、でもうちあの夏とか凍らせて食べるの好き、うん、アイスみたいに痛いな、うん、ゴリゴリするパフェさんなんで皆さんもこれはおすすめよく噛んで食べようはい私は歯ごたえがあるものがあるといいと思ったのでタコさんとタコさんダイエット飯なんだけどめんめんがっつり何これ炭水化物サラダがあればゼロカロリーサラダがあればゼロカロリーでございました今週は感覚がすらでもこれだってあったかくないパスタだよ入れてないよ、ね、ほらもうこのドレッシングドレッシングあーサラダかけすぎサラダパスタなんでかけすぎやっぱりかけた方がいいと思うねかけすぎもうねストップって言ってよというわけで食べていきましょうタコ合計多分あの5分ぐらいでできるの袋からサラダ出してタコ切ってみたいなでチキンも一応入れてる私はサラダをいただきます麺だけどねこれパスタよサラダねほぼ麺ほぼ麺うんうんうんおいしいやっぱタコ噛むからなタコってすごいダイエットにいいらしいですそうなのうんあでもこれは本当マジででもパスタは大丈夫だよ食べても自分に言い聞かせるのもそれ大事うん、やってみて言い聞かせるのもダイエットのコツだよパスタは大丈夫マジでこれは本当大丈夫うんうん大丈夫大丈夫ゼロカロリーゼロだあはみこれゼロカロリーうん、やっちゃったね大丈夫なんか残念本当にゼロカロリーなんだろうこれうち的これはサラダだからさうんうんだって玉ねぎ入ってんだよ血液サラサラになっちゃうよ大丈夫そうサラダってこれ入れないから炭水化物え入ってないえどれ見えないらしいサラダしか入れてないじゃあこれは何ちなみにこれこれこれ、うん、サラダないよねこれはだってサラダ用パスタって書いてあったから、うん、サラダだよこれはパスタなのパスタだけどサラダ用だからサラダパスタだけどサラダ用だからサラダ言い聞かせ大事あね言い聞かせ、うん、それはこれサラダだ、うんでしょ、うん、これ何これサラダサラダやっぱサラダうら宗教団体に入ってもらうからね宗教の名前何にするわんぱくおにぎり坊主とかなんかめっちゃ弱いスポーツクラブ小学生のいただきますダイエット企画のはずなのにうんエアのおにぎり食べてエアのおにぎり食べる、うん、いいかわいい甘いダメだこの企画うん年始からダイエットが散りますまあ1週間後には1万キロカロリーのピザが待ってるけどねふざけんなあんた追加でドレッシングドバドバドバ多分1回でドレッシングなくなりそう待て、走れねえ、これ今日買ったやつでしょうんえ、この3分の1ぐらいしかないよどうしたのおいでもうち結構サラダゾバゾバかける派だな別に味なくても食べれるって食べれるけどなんか1個じゃ足りないあのコンビニのこうやって買えるやつとかだから和風ドレッシングついてるやつでも和風ドレッシング買っちゃうええー、歯に詰まったそれでめっちゃ太った一日だからか太ってるのそれだけ気をつければいいうんドレッシングかけすぎなければ大丈夫めっちゃ痩せる、うん、OK というわけでですね今日このダイエット食見てやりたいって思った方はねぜひコメントに私はダイエットする気ないって書いてください私だけ参考になります私のだけ私のも参考になります私のが一番参考になりますなりませんいやでもタコはマジで美味しい美味しいとかの話じゃないダイエット食だからあ、そうだな、うんこの人パスタだけ食べました全部本当にダイエット飯なのでしょうかこれは一体見てよらもうねドレッシングの風呂よ、うん、食べない食べない食べないそれはダイエット食じゃないというわけで今回のね、はい、一番のダイエット食はバセさんということが分かりましたのでそうですね皆さんあの痩せたい方はぜひバセさんを食べてくださいお願いしますそれではまた次回のダイエット食でお会いしましょうバイバイ。いや次回やんないよ何も食べないのが一番だからみんな今日も見てくれてありがとう。この動画が良かったらグッドボタン、高評価、グッドボタン、そしてたくさんのコメント、チャンネル登録お待ちしております。じゃあみんな次の動画でお会いしましょう。
バイチャー。